はいどうもアニメの空5段の久しぶりすぎて口が回らないアニメ論争だをご覧の皆様こんにちはこんばんは池袋外です。はい、ということで今回はですねなんと池袋に来ました。今回はですねよっさんの誕生日を兼ねて、池袋のショコラマルシェでチョコレート5000円買い放題やっていきたいと思います。今そこのあなた5000円足りないと思ったでしょ。そりゃそうですよ、収益化してない YouTuber なんてそんなもんなんですよもっとねよっさんに課金したいっていう方はぜひぜひチャンネル登録してこのチャンネルを収益化させてください。よろしくお願いします。そしたらねじゃんじゃかじゃんじゃかよっさんに貢ぎますのでよろしくお願いしますというわけで早速、はい、5000円分のチョコレートをね買っていきたいと思います。ではレッツグー。はい、ということで買ってまいりました。こちらが5000円分のチョコレートでございます。よっさんが食べたいチョコレートということでいろいろと買ってまいりましたのでご紹介いただきましょう。はい、はい、まずは、イートインでいただいたアイスちょっと見てみましょう。それがこちらです。アンドアールグレイというねあのアイス屋さんのものを食べたんですけども、よっさんはソフトクリームを食べてましたね。アールグレイリッチミルク、はい、どうでしたか。めちゃくちゃ濃厚なんだけど後味さっぱりのめっちゃうまい紅茶ソフトあれすごい美味しかったよね。美味しかった。フランボワーズのメレンゲ、うん、メレンゲがね刺さっててね美味しかった。そう、見た目も可愛いし、うん、味も美味しいし、すごい。あれは大人のためのソフトクリームだよね。めっちゃ美味しかった。あれ美味しかったね。はい、次に購入してきたのがこちらです。ででん、超カフェチャチャさんのいちごワッフル。イエーイ、いちごワッフル。ストロベリーチョコに甘酸っぱいいちごパウダーをトッピング、可愛らしいビジュアルがキュンな一本です。はい、はい、ということでねこちらを選んでいただきました。うん、たくさん用意があります。でね季節限定のフレーバーとかもあるそうですね。はい、こんな感じ。はい、美味しそうアイスみたいで可愛い ね可愛い。いただきます。はい、もちもち。お、あ、もちもちなんだ。うん、これの中身としては、あ、でもワッフルミックスとしか書いてないからわかんないね。うん、なんかよくあるワッフルよりかはもちっとしてる。あ、そうなんだ。うん、いちごチョコがね、ザクザク、いちごが入ってる。あ、そうなんだ。へぇー、美味しそう。ぱっと見わかんないんだけど。わかんないわかんない。食べるとすごいザクザクする。なるほど、美味しい。はい、どう。美味しい、よかったね。はい、次はこちらです。じゃーん、はい、オープン。じゃじゃーん、ジンジャーガーデン青山のティディベアドーナツチョコ味、はい、でございます。はい、かわいい。これね、クマちゃんが乗ってるんだよね。これね、一つずつね、手作りのクマちゃんなんですよ。もう、ジャケ買いだよ。はい、かわいいとにかくかわいい。では、こちらをね、食べていただきましょうかね。はい、かわいい。目隠ししてんの、かわいいね。食べるのもったいないよね。もったいないね。めっちゃ可愛い。これは食べる前に写真だけ撮っていいですか。あ、どうぞどうぞ。それは写真撮っていただいて。どこ食べよう普通にドーナツ食べます。はい、持った感じはあれだね、オールドファッション。あー、っぽいね。いただきます。はい、お願いします。アラさんのとこ行ったね。チョコ甘すぎない。あ、そう。ビターチョコ。あれ、ビターチョコ大丈夫だった？うん、食べれる？うん、よかった。アラザンで、うん、プラマイゼロ。あ、そう。アラザン甘いみたい。うん。オールドファッションのドーナツも美味しい。おー、いいですね。クマ、はい、いただきます。はい、お願
願いします。頭いった。マジか。パフが入ってる。あ、そうなんだ。ザクザクしてる。パフ入ってる。パフ入り。これはミルクチョコ、あ、ミルクチョコなんだね。甘くてこれは美味しい、うん、じゃあこのドーナツと一緒に食べるとちょうどいいかもしれないね、うんうん、はい、ということでね、ここまでが、東武百貨店さんで買ってきたチョコレートになります。ここからは西武百貨店さんで買ってきたチョコレートをご紹介したいと思います。はい、はい、それがこちら、はい、でスルースマリアの、シャインマスカット生チョコレートです。よっさんはね、シャインマスカット大好きなんでね、はい、私ワンホール食いしてますね。過去動画見てそれもすごいよね。よく食べたなと。よく食ったよね、うん、あれもね。ちょっと開けてみましょう。はい、お願いいたします。ファーマーズシリーズですね。ファーマーズシリーズ、中身はこんな感じです。美味しそう。ぎっしり生チョコレート。本当だね。シャインマスカット、めっちゃぶどうのいい匂い。すごいね。こんな感じ。美味しそう。すごい。いただきます。はい、お願いします。はい、柔らか。柔らか。うまい。うん、めっちゃシャインマスカット。マカコ。それは良かったです。あ、ありがとう。うん、すごい。中に何入ってんの？何入ってないの？中に何入ってんの？フルーティー。あ、うま。めちゃめちゃフルーティー。うまい。はい、ということでね、ここまでがあのよっさんの、誕生日プレゼント兼バレンタインのプレゼントだったんですけれども、はい、ちょっとね、企画とは別個で面白いチョコレートを見つけたので買ってみました。それがこちら、カズモリ池田のチョコバナナ。チョコバナナだよ。お高級チョコバナナ。お高級チョコバナナです。棒に刺さってない。そうなんですよ、棒に刺さってないチョコバナナなんか初めて見たのでね、ちょっと面白いなと思って買ってみました。中身がね、ザザーン、こんな感じです。じゃじゃーん、リアルバナナね。このシュガースポットだっけ、うん、それもね、ココアの粉で再現されてます。ビターチョコとこのフルーツチョコのバージョンで売ってたんですけど、フルーツチョコで買ってみました。ちょっとね、もう美味しそうすぎて口の中が唾液で今いっぱい絵になってるから。本物のバナナが中に入ってるって、ね、そうですね、言われたよね。はい、どんな、どんな、どんな。はい、ということで、ね、早速食べてみようと思います。はい、じゃあいただきます。あ、めっちゃバナナ。めっちゃバナナ。ねえ、バナナ食べてるの。すごい。バナナ中に入ってる。うん、こうね、旗から見るとマジでバナナ皮ごと食べてるみたいな。チョコバナナだよこれ。バナナ食べてる。 お高級チョコバナナ。バナナが入ってます。本当にバナナ。これね、あのお祭りのチョコバナナと何が違うかっていうと、お祭りのチョコバナナっていうのは大概口の中で溶けにくい使ってるんだけど、これはお高級なチョコレートなので、ちゃんとバナナとチョコレートが口の中でマリアージュします。もうバクバク食べてるでしょ。見ればわかるでしょ。子供は正直なのね。そう、めちゃめちゃうまい。美味しいものはね。うん、これはうまいね。はい、ということでね、今回あのよっさんの誕生日を兼ねたバレンタインのチョコをご紹介してみました。うん、この他にもね、たくさんのチョコレートね、いっぱいありましたので、ぜひぜひ皆様池袋に遊びに来てみてはいかがでしょうか。東部も西部も予約をやってみよう。はい、そうですね。ちょっとあの期間はここに載せときます。期間はこんな感じです、はい、ということでね、我こそはチョコレート好きだ、
よっさんお誕生日おめでとうっていう人はぜひぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録増えるとね、収益化してね、よっさんにもっと見つけるのでぜひよろしくお願いしますね。ということで、見るばけ外よっさんでした。はい、ではまた次回、アーデュー。知り置きをアニメ論争だお願い。